一郎氏50マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターによる高校球児指導が離島から悲願の甲子園出場を狙う沖縄宮古島の宮古高校で12月16、17日の2日間にわたり行われた改めて指導で感じたことを振り返ってもらった写真を見る一郎氏そもそも好きなことが見つからない人が多い 高校野球指導で感じた、好きなこと、の大切さ一郎、みんなうまい。これは甲子園を目指していいチームのポテンシャルだと早い段階で感じる。一つきっかけがあればすごく伸びる可能性を最も感じたチームでした。気がかりな1年と2年のメンバーバランス沖縄の離島、宮古島から初の甲子園を目指す宮古高校へ。 きっかけを与えるためにやってきた一郎氏。野球指導の合間で個々の高い能力を絶賛する一方で、少し気がかりだったのがメンバーのバランスだった。一郎、見てわかる通り一年のレベルが高いんですよ。だからここは2年が引っ張るというよりも1年が2年を引き上げる、そういうチームだろうね現在。宮古高校野球部の選手は17人。 そのうち、二年生はわずか三人と、戦力の中心はおのずと一年生に。ただ、上級生にも譲れないものがある。千間光明、2二年、内間、ま、厚生、一年生主体と言われながらですけど、その中でも二年生として自覚とプライドがあるので、負けられないと気合入ってます。か光優が、2年、か光優が、 一年生が結果を出したら嬉しいし、でもやっぱり負けたくないという思いはあります。エースの座を奪われた二年生の自分の殻を破った瞬間、そしてもう一人の二年生が中曽根木間、ま、中曽根、イルマ。以前はエースを務めていたが一年生の砂川祐希、砂川、ゆいきにその座を奪われていた。 中曽根、自分は気が弱くて、打たれたら立ち直るのが難しくて、インコースなども攻められないことがあったりするので、そこが弱みだと思います。原因は、メンタルとか、決めきれないことがあったりする。今のエースナンバーの選手も努力をしてくるので自分もその努力に負けないように練習や自主練でしっかり努力を積み重ねて、エースを取りに行きたい。